イ以降は日本海軍の軍艦、元薩摩藩所有の参照をバーク型ン還。イ以降は制度に従って健やかに務め行う意味で、駅橋にある渡る大川官業なりの区が出展になる。原名ストークを薩摩藩が現時元年に購入し、インルイコ以降丸と命名された。母親戦争では寺戸マリオ機械戦に参加し、 旧幕府運輸船純道丸を格座、字焼けに追い込む。薩摩藩から新政府へ建納され、明治3年6月13日に、兵部省が受領、官業官と呼ばれた。1872年から翌年にかけて機関が撤去され、以降は練習官として使用された。1881年9月12日に千八1889年3月に船体が、 売却された。三小バーク型砲艦機関は横置に投機械で推進はスクリュープロペラだった。機関は1872年から翌年にかけて撤去された。右上表の要目は主に、サッパン海軍士と帝国海軍機関士による。その他の文献による、戦隊主要寸法は以下の通り。元はイギリス海軍のアロー級砲艦ビーグルとされる。ただし、 HMS ビーグルの建造は、ロンドンで1854年に竣工と、日本側の犬以降のデータと一致しない部分がある。海軍歴史その他では、リバプールで1859年建造のストークとされている。また、帝国海軍機関紙では、原名ビーグル、後にストークとあり、通常蒸気のビーグルとされている。建造年に関しては日本でも疑問が投げかけられており、 1854年から翌年にイギリス艦としてクリミア戦争に参戦し、戦隊に当時の弾痕が残されていたので建造はそれより古いとの意見があった。また別にクリミア戦争前にイギリスで建造された十数隻のうちの一隻ともする。なお、ダーウィンの乗船したビーグル号が後に本艦となったという話もあるが、年代が違い明らかな間違いである。 サッパン海軍史によると、ストークは1859年出版の世界の海軍に60馬力、砲20門とすでに記載があるという。またビーグルは世界の海軍に1854年製造477トン、160馬力、砲4門で乗っており、ビーグルの方が犬以降に近いとしている。日付は明治5年まで旧暦とする。 原名はビーグル、後にストーク。薩摩藩がグラバーから7万5千ドルで購入。現時元年7月23日長崎で受領した。慶応3年11月の島津忠義状況の時、犬井孝丸は修理中だった。母親戦争母親戦争では堤防丸と共に北陸方面に進行した。慶応4年3月18日鹿児島を出港。 3月22日長崎に帰港し、兵器等の準備を行い4月1日出港、4月4日、兵庫に到着した。うるう4月5日、三田尻に開館し、長州藩軍艦と抗議し、新政府軍応援の内命を受けた。一旦兵庫に戻った、犬い孝丸は、うるう4月14日、三田尻に到着、うるう4月15日下関機、堤防丸と進行の打ち合わせをした。 5月13日に、堤防丸、大宝丸と共に、下関を出港、翌日沖島に入港し、同地の上乱を閉廷した。5月16日三関は、鶴ヶ高儀、伊降和島、高島、越後今町を経由して5月22日柏崎に到着した。同地を、堤防丸と同日発、陸上新軍の支援を行い、5月24日、出雲崎機、 外輪船を砲撃、格座させた。この船は幕府側の淳道丸で、自焼きして失われた。その後は5月26日柏崎発、七尾港、小木港、新潟港と移動し、6月3日柏崎に戻った。この時石炭が底をつき、焚き木を燃料にした。6月11日七尾機、ボイラー下の船体が焦げており、同地で修理に従事した。 新潟の陸上戦闘は苦戦しており、海軍への応援の必要だったため、犬いマ丸の石炭はすべて堤防丸に移し、堤防丸はに3日の行動が可能になった。7月16日同時に、セッツマ丸が入港、同艦は砲が破損していたため、犬いマ丸の砲4門と弾薬を移設、乗員24名もセッツマ丸に移乗した。7月25日松ヶ崎で、 陸兵上陸の援護、7月27日、28日は陸兵と共同で新潟を攻撃し、陥落させた。この戦闘で犬光丸は陸上砲台からの砲弾2発を被弾した。戦闘後は七尾に開港した。8月11日交代のカスガ丸が新潟に到着、犬光丸は8月26日七尾を出港し、帰国の都に着いた。 鹿児島では、藩主状況の任についた。同年10月21日横須賀に開港、以降同地で修理に従事した。鹿児島への寄港費等は不明になる。明治2年9月、薩摩藩から県能の申し出があり、10月に民部省から優先に使用したいと申し出があった。翌明治3年6月13日、兵部省が貧海で受領した。海軍省報告書では、 明治3年4月に、鹿児島藩から建造されたとしている。明治3年7月に、不仏戦争が勃発し、中立を守るために、大上艦は7月28日に召喚隊3体を、編成、鋼鉄と犬以降の2遺は、中島四郎の指揮で、横浜港に派遣となり、犬以降は8月9日品海から横浜に、開港した。9月1日一旦品海に戻り、 同地で大砲備え付けのたちが出された。翌明治4年3月7日に警備は解かれた。明治4年5月に召喚隊が編成され、犬以降も編入、牧長吉中佐が、日清、皇鉄、犬以降、第二堤防四隻の指揮役になった。犬以降は7月に、艦隊から除かれた。11月15日。 犬以降は等級を持とうと定められた。明治5年2月29日造船局の所轄となった。5月18日に中間隊が編成されたが、犬以降は編入されなかった。移行中間隊への編入はない。6月10日に、兵学寮から犬以降を機関撤去の上、稽古用に使用したいと申し出があり、造船局で機関の撤去と修理を行った。なお、 撤去された期間は1876年に、鹿児島造船所へ移された。1873年2月2日、犬以降は、主船領諸葛から、提徳府諸葛になったが、3月13日、主船領諸葛に戻された。11月12日、犬以降の修理が完成し、主船領から、兵学領に引き渡された。1874年5月30日、 海軍省の堀内に開港、堀内で練習艦として使用された。8月8日、カニを5等艦と定められた。1875年5月18日、カニを4等と改められた。1880年1月20日、つなぎパク練習艦に定められた。1881年9月12日除籍、船体は現状のまま、摂津艦付属となった。 1882年7月8日、船体は東海鎮守府所轄となり、裏返白となった。1889年1月19日売却の上申、同月25日任居、3月に3276円で売却された。ありがとうございます。